アメリカのマイクロソフトは21日、生成 AI、人工知能を使った対話型の支援機能を自社の OS、基本ソフト Windows 11などに本格展開すると発表しました。従来の試験提供から切り替え、26日に提供を始めます。OS をアップデートすると使えるようになり、デスクトップ画面に表示されるチャット欄に指示を入力することで、検索や文章の要約などができます。